じゃじゃん、撮れるカメラバッグです。撮影でもしに行ってこようかね。よし、じゃあ行ってくら。綺麗な花が咲いてるなと思ったらバッグから出してフォーカス合わせてパシャリ。ゴージャス。おっと思ったらバッグから出してフォーカスしてパシャリと。バッグからさっと出してフレーミングしてフォーカス合わせてパシャリ。ついでにもう一つこの花にも寄ってパシャリと。とにかくバッグから出してさっとフレーミングしてフォーカス合わせてパシャリ。いやはや、なんとまあグレートなバッグなことか。このかっこいいバッグを使ってる俺もかっこいいっていう、そういう気分にさせてくれる。おや、鏡に映るこのいい男は誰かなと思ってズームしてパシャリ。撮影してて気持ちよくなるんですよね。で、収納なんですけども、ここにメッシュのポケットがあったりとか、こっち側にもここは何が入るかな、文庫本とか入るよね。MacBook Air 11インチとか iPad とか入るし、例えばね SD カードリーダーとか iFi 持ってったりすれば、撮影終わった後にすぐ写真のチェックできるわけですよね。ここの透明ポケットはね、レンズキャップ、撮影の時にさ、レンズキャップ外してポケットに入れたりとか、バッグのどっかにしまったりとか、わかんなくなるじゃん。でもここにさって入れておけばいいのね。透明だから見てわかんじゃん。レンズキャップどこ行ったって探さなくても、ここにあるのわかるんだからさ。あと、まあどうでもいい話なんですけど、ここに入れたまま iPhone の操作ができてしまいますね。とても撥水性の高そうなこの表面の素材、そしてファスナーは止水ファスナーで、水の侵入を防ぐ構造になってますね。ちょっとお散歩に出かけてね、雨降られちゃうともう大変だからさ。いや、わかってるなぁ、これ。確実にこうニーズをね、掴んでますよ。わかってるなぁっていうのも、あの、失礼な話ですけど。いや、ほんと感心してます。石谷正樹監修の撮れるカメラバッグでございました。お、ここにかっこいいバッグを持っている人がいるぞと、フォーカスを合わせて、パシャリ。撮れるカメラバッグでございました。